花言のショーマディンワールド海の中道は、福岡県福岡市東区にある水族館である。正式名称は、海の中道海洋生態科学館。運営会社の株式会社海の中道海洋生態科学館は、西鉄グループの企業である。1989年4月に開館し、1995年4月に改装、増築された。断流をテーマに、 熱帯から温帯、寒帯の魚350種類に万点を暮らしぶり、そのままに見ることができる。館内には魚類の他にイルカ、ゴマフアザラシ、ラッコ、ウミガメなどが展示されている。イルカはシ,ショウや巨大な白アニが泳ぐパノラマ大水槽が目玉である。2000年より夏休み期間を中心に夜間営業を行っている。1994年に 博多湾に漂着したメガマウスのホルマリン標本が展示されている。海の中道と呼ばれるサスに位置する海の中道海浜公園の敷地内に立地している。周辺を海と公園に囲まれているため、福岡市内ではあるが市街地の喧騒から離れた自然豊かな環境にある。貝殻をモチーフとした建物は半円形のデザインで、 ワイヤーで固定されたテント型屋根の特徴的な外観である。マスコットキャラクターはメガマウスをモチーフとしたメガトット。キャラクターデザインはカールおじさんをデザインしたヒコネ、ノリオである。水槽の9割を入れ替える大改装を行うため2016年10月3日より全館休館し2017年4月12日再開された。新たな展示テーマは 九州の海。館内の1階から2階を貫くパノラマ大水槽は、24メートル10メートル、水深7メートル、水量1400トンの水槽である。水槽を構成するアクリルパネルは厚さ約30センチメートル。この水槽では80種2万匹以上の魚が回遊し、そのうちサメが20種100匹、イワシは2万匹ほどいる。 水槽周辺の館内は暗くなっており、ライトアップされた水槽内を大型のサメやエイが泳ぐ姿や、マイワシの群れなど幻想的な光景が来館者を楽しませている。外洋大水槽ではダイバーギョッチングが行われており、ダイバーが水中カメラで撮影したライブ映像を見ることができ、マイクをつけたダイバーとの会話や解説を聞くこともできる。また、イワシ大風雲では、 イワシやサメ、エイなどの魚の餌やりも見られる。ショープールイルカはシ,カショ症が行われているプールで、バンドウイルカ、カマイルカ、ハナゴンドウ、コビレゴンドウがいる。2、3階に位置し、プール前は観覧席になっている。1階部分はガラス面及びレストランになっており、水中の様子を見ることができる。ショープールの両側遠くにある3つのプールが、ショープールを囲むように配置されている。 2005年3月20日に発生した福岡県西方沖地震により4つあるプールのうち3つと足下重車が破損する被害を受けたが約2年間に及ぶ復旧工事の末復旧した小プールの後ろにはフードショップがあり焼酎に食べられるアイスクリームやチュロス、たこ焼き、飲み物などの軽食が買える海中キューブ開業20周年記念として 既存のイルカプールの隣接地に2009年4月に、竣工20周年の節目となる同月18日に、開設した。鴨川シーワールドのロッキーワールドや横浜、八景島シーパラダイスのフレアイラグーンなどと同様に、怪獣の飼育展示用途の施設である。新築された建物は、カリフォルニアアシカとゴマフアザラシがそれぞれクラス大小2つの水槽があり、海中と、 海面、陸上側どちらからも観察できる2階建てとなっている。足下が住むメイン水槽を囲む形で、建屋内に1階と2階を結ぶ螺旋状のスロープが設けられており、1階は海中、キューブという名称の水槽のアクリル板が全面に張られた展示室となっている。円柱水槽も設置され、息継ぎのため水面に垂直浮上するアザラシの修正を利用した 行動展示が行われている。パクパクアザラシというイベントが設定されており、冷蔵コインロッカーに料金を投入して中の餌を取り出せば、好みのアシカアザラシに来場者が餌を与えることができる。なお、新築されたアシカアザラシの建物と近接のイルカプールは連接され、両施設ともに怪獣アイランドのくくりとなっている。現在は、 アイランドトークと題されたイベントが行われている。公式サイト上と西日本新聞の記事によれば、福岡県西方沖地震で、アシカ飼育者が被災した際に飼育動物が受けた外因性ショックから立ち直るのに時間を要した経験から、ショーからリタイアしたアシカが安心して過ごせて来場者も触れ合えることを目標に構想されたという。繁殖環境の整備も目的としており、 開業から1ヶ月余りした2009年5月にゴマフアザラシが出産をしている。手狭だったアザラシプールの代替でもある。マリンワールドには1階のショープール前にレストランがある。メニューは20品目程度である。カレーライスやうどん、お子様ランチなどもありドリンクもあるので食事を済ませることができる。ショープールの中にいるイルカの雄大な姿を眺めながら食事ができる。 また予約ができるので団体での使用も可能である。季節によって変わる水槽などの様々な種類があります。イルカ、魚、アシカ等によるショーが随時開催されている。水族館は教育施設である。という理念のもと、開館以来教育、研究活動に力を入れている。映像、音響機器を多用して展示や解説の充実を図る一方、 館内外における体験学習プログラムや出張講話も積極的に行っている。近年では平成14年度から全国の小中学校に導入された総合的な学習の時間を利用し、水族館と学校をテレビ電話やインターネット回線で結んだ遠隔授業を行ったり、携帯電話や PDA を活用した学習環境を整備するなど、 水族館の情報化を推進している。年齢、人数により数百円数千円の入館料金が必要となる。価格は随時変更される。ありがとうございます。